はい、アルカリ性だとより強く傾向が見えることが分かります。ラクラク化学実験の山田です。今日はですね、蛍光物質、代表的な物質であるフローレセインですね、こういったものですかね、蛍光物質であるフローレセインの合成方法を紹介したいと思います。蛍光物質っていうとですね、身近なものですと、よく知られてるね、蛍光マーカーですよね。こっちはブラックライトですか、ね。もうちょっと部屋を後で暗くして示したいと思いますけど、紫外線が当たるとこんな風にね、きれいにこう輝くといったものですよね。今いろんなところに使われてるわけですけども、まず蛍光物質ってどういうものかっていう話なんですけど、簡単に言いますと、光にはいろんな、波長の光があるわけですよね、種類としてね。で、紫外線ですね、 UV、紫の外って書きますのでね、見えない光なんですけど、紫外線を吸収して、蛍光物質っていうのは、これ目のつもりです。我々が光として感じられる可視光という形で、吸収して放出するときに可視光という形で観察できる波長に変換するというような働きをしているものです。漢字でね、ホタルの光ってことでね、あと勘違いしちゃいやすいんですけど、いわゆるホタルですとか深海魚のチョウチアンコウですとかね、光る生き物いると思うんですけど、化学発光でちょっと混同しちゃいそうなんですけども、ね、ただ漢字でたまたまホタルの光と、ね、それとはメカニズムがちょっと違うっていうことを補足しておきたいと思います。はい、それではフローレセインの合成方法の紹介です。材料はですね、無水フタル酸とレゾルシンですね。これを決まった量を測るんですけども、はい、ね、これは試験管にそれぞれ加えまして、操作としては非常に簡単ですね。次は濃硫酸を使うんですけど、使う量はほんの数滴です、ね、なのでガラス棒でちょっとつけてですね、垂らさないように、今1滴2滴、もう1滴入れておきましょうか。こんなもんでいいとですね。はい、濃硫酸入れました。でこれをあと加熱するだけです。ガスコンロで加熱するんですね。本当に弱火で十分です。白っぽい結晶が茶褐色、赤っぽく、焦げ茶色ですかね、茶褐色、焦げ茶色になるんですけど、これあんまり加熱しすぎると出来上がった、染料がですね、蛍光物質がですね分解してしまうので、もう本当に簡単に軽く温めるぐらいで十分です。はい、温まりましたですね。でこれを大丈夫かな、今度また少量ですね、ガラス棒で移すんですけども、ね、ガラス棒で移すんですけども、先にエタノールですね、エタノール少量取っときまして、エタノールよく溶けるんですよ、合成されたこのフローレセインですね、ですね、焦げ茶色ですね。そうするともうそれらしき色がこう出てきますよね。相当これで染料できるので、一旦こっちに戻しておきますか。はいですね。でこれをちょっと水で薄めて、それらしくなるんですけど、これは
農林産残ってますのでね、まあ、酸性食ということで、こちらに、アルカリ性水酸化ナトリウムを用意しておいて、これもそんなに濃くする必要なくて、まあ、アルカリ性になっていれば良いという程度ですね。で、先ほど作ったものをこう入れるとこんな感じで、まあ、ビーカーの大きさはちょっと違って完全な比較にならないんですけども、でブラックライトを当てると、ここちょっと今明るいので一旦電気を消しますと、こんな感じですね。まあ、よりアルカリ性でよりこう発色するということがわかると思います。はい、農林産使いますんでね、取り扱い気をつけてください。はい、部屋暗くしてみました。ね、はい、アルカリ性だとより強く蛍光が見えることがわかります。ね、これは蛍光マーカーのここですね。まあ、あの蛍光物質そのものの紹介はですね、別のブログのページで紹介していますので、まあ、そちらの方もあの参考にしてみてください。はい、蛍光物質フルオレセインの合成の方法でした。